年ぶり開催のゴロイチにやってきました。本当に久しぶりの開催です。今年は3年ぶりという名目のお祭りなどたくさんありましたけれども、その締めくくりとなる世田谷のゴロイチですね。とても賑わってます。10円というのはすごいな。あんまり看護の人いないの。3円。うちの息子たち2人がまだ小さい頃よく連れてきました。骨董品屋さんがやってるんですか。そうなんです。模型みたいなのもあるんですか。アルモニアさんもいろいろ出てますね。賑わってます。全部ブリキなんですか。銅でできてます。銅。ブリキじゃなくて銅でできてます。あ、銅なんだ。はい。銅工芸ブリキ屋さん。銅工芸ブリキ屋さんなんですか。はい。これは一ついくらですか。300円。美味しそうだね。ありがとうございます。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お客さん押さないで。押してない。2個500円もう終わりだから。2個もいらない。ない。え、2個でしょ。え、玄関と飾る方と2個でしょ。2個で、はい、2個でございます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うちの子が小さい時、神さんもここで当番で屋台で商品を売ったりしてました。懐かしいです。また来年1月のゴロイチにお届けくださるよう心より